光があるんだけど、その光が途中がないっていうことがすごいですよね。昔の映画なんか見に行くと、親父がタバコ吸ってるんですよ。私なんかの子供だと、それもだって何にも映してるんだけど、その途中が何にもそれがないのよね。それもそれくらいがいないとか、ランドマークかなんかやったらどう？あれは無理か、高すぎて。高すぎて。そこまでは行かないか。でも、山本町より低いですけど、東京都庁でまだ定まらない。6年前にこれやったことがあって。都庁をやった。都庁でやりますよね。都庁をやったらランドマークもできそうだよね。確かに。ただやっぱこれが。そうか、東京は金があった。今、松戸井の問題になってるけどな。あれはひでえな、でもな。あれはちょっとひでえ。次はでもないよ。オリンピックの時はあいつはいねえよ。あんなスキャンダルになってるんだから。これもまあ、これはあんまり気持ちよくないやつだ。インパクトありますね。こっち側がだけど違う。ちょっと違う、やっぱ違うんですね。ワンダーみたいな。どこにいたの？ああ、電気の電気の。本当すごいね、これ。それもすごい。本当にね、横浜から来た価値がありましたね。よかった。よかったですね。息子さんに送電じゃないか。送信してくれた。すごい、すごい。あ、これもすごい。
これただ今絶対これがさ動くようになると映画的にこうやっぱこれがいい、ただ今これ絶対動くようになる。まで毎日やるんだそうですよ。5日まで。5日まで。うん、5日までやる。あ、この感じもいいね。いいですね。
ねえ、いや、私でも今日しか取れないんで。あ、そうですか。忙しいですね。あ、今日行かれる。いやいや、会社が休ませてくれなくて。いい会社ですよ。いや、だから大丈夫です。仕事した方がいいですよ。ここで吸う空気と天守閣のあの上で吸う空気が違うって言いましたね。そうですか。うわ、そう言われてもちょっと違うかもしれない。高いですからね。で、あの違う話をしていただいたらいいか。いや、本当に、いや、そう言われてみると俺も、あ、違うかもしれないって思ったもんね。うん、あの上でここと上違うんですか。違うんですか。私もそっちは違うかもしれないって思います。
会でやってる。Thank you.
帰った方がいい。
これか。あ、でも、保存した。これ分かった。